オ TV。 ね、400ハマリを抜けてですね、よし流れを変えようということでランチに行ったんですよね。カレーを食べてきたんですけども、ミスったかなタイミングを。早いのはなし。こうなんつうか出さなきゃっていう、やっぱこう意識が強すぎんのかな。もうなんか気持ちの問題なんじゃないかと思う。というかすげえ回ってる。これビッグ1回で300ゲーム超えるやつだ。260ゲームでまだあと100枚以上あるからね。ワンビッグでそんな回すよりボーナス飛行がよっぽど簡単だと思いますね。ね、ちなみに倉庫行ってたらもうあと2時間ないぐらいなんで、その、まあ、ある種その低め安定路線ね。だからこっからまあ最後にもう一山でいいんでね、なんとか実践時間内に一山当たらせてください。お願いしますね。でやって 2,3 箱を持ってる人たちはからしたらね、なんであいつを当てられないんだと思われてるんじゃないかと思うんだけど、もうちょっと当てようぜ俺。すごい302ゲームでまだねえ、60、70枚ぐらいあるからすげえ回った。よし、でまあギリギリところでつながるはつながるんだよね。サダマ的にはね、もうワンビッグでプラスになるコースで一応住んでますんで、ちょっと軽く一山でいいんだよね。また追加投資になっちゃいますか、これ。上がってこないね。上がってこないっていうか上げられない。滑り出しとかはかなりねイーブルだったと思うんですけど、やっぱブツブツってやっぱ流れが切れるんだよね。もうあと1時間ちょいだからね、これ。260ゲーム、残念追加投資。
286M でこれ中ハマりが3連しちゃってるんですけども、逆にちょっとある程度まあもう沈んでくれてもいいんで、もう跳ね返りのねギュンっていうのをちょっと最後に一発当ててこれで締めくくろうね。言ってもまだ9000円なんで全然あの致命傷ではないんですよ。向こう1時間でしょ、全然勝って帰れる位置にはいると思うんですけど、ちょっとね今日その上の振れ幅が、まあ、下の振れ幅もまあ言っても小さいんですけど上の振れ幅がないんでね、このまま終わっちゃったりとかあるんですか。一山でいいわけだからね、もう贅沢言いませんから。いやー遠かった436、よそ見してたら当たりました。あーしよし、10,000円、547枚したら、まあ、500枚ぐらいなんだよね。ビッグ2連でプラスになりますので、いい加減早6じゃないか。400台、300台、400台ってこれついてるからね。出すならこの辺な気がする。もう残り時間的にもこれ飲まれて追加通してなったらまだもう余裕がきついと思うんですよ。もしプラスになってプラスでフィニッシュできるんだとしたら、まあこの辺だよ、うん、ここで上がんなきゃちょっと若干ちょっともう観念します。うん、いや、あ、いや、いい加減上がってくると思うけどね。いやー、ここも早いのねえのか。ちょっとさすがにきつくなってきたな、これ。まあ、一瞬でまくれる位置にはいるんですけど、どうにもやっぱいい流れが続かないんだよね。136、コイン持ちが良かったからそんな減ってない。よし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 、これあともう一回だな。でまあ 136M なんで、まあ特別早くないよね。いやー、ここ畳みかけたい。3回目？2回目？